アップル 20th Anniversary m ッ c k i n t o s h 20th Anniversary Mackintosh 20 Ann Mac は1997年にアップルコンピューターの創業20周年を記念して限定販売されたパーソナルコンピュータ。開発コードネームはスパルタクスまたはスモークミラーズポモナ。タムの希望小売価格は当初 7499US ドルでアメリカ合衆国日本 イギリス、フランス、ドイツの5カ国のみで12000台の限定発売だった。タムには3年間のハードウェア保証、ピックアップデリバリーサービス、通話料無料の電話サポート、コンシールジュと呼ばれた出張設置サービスという4つの手厚いサポートが用意されていた。アップルの創業者であるスティーブ・ウォズニアックとスティーブ・ジョブズにもこのマシンが送られ、 1990年代後半にボズニアックが自身のオフィスに設置したウェブカメラにはボズニアックの机にこのコンピュータが置かれているのが映っていた。しかし一方のジョブズはこのマシンを好まず窓から投げ捨てたと言われているが真偽は定かでない。タムはアップルコンピューターの創業20周年を記念して1997年に発売される。 1997年1月7日にサンフランシスコで開催されたマクワールドエキスポで希望小売価格と3月20日のリリースが発表される。日本では4月25日に発表会で予約受付開始がアナウンスされている。その際、生産が1万2000台に達した時点で金型は廃棄するとも発表している。実際の出荷は同年6月に開始され、 1998年3月で生産を終了している。デザインは、イデオとアップル社内の一致によるもの。それぞれの担当者は、深澤直人とジョナサン・アイブである。タムは、ディスプレイ一体型の本体、サブウーファーを収めた、ベースユニットトラックパッド付きのキーボードという3つで構成される。アップルの1990年代中期の、 パワーマッキントッシュラインナップや他社製の PC は主にベージュ色の筐体を使用していたが、タムはメタリックグリーンとゴールドの筐体が特色となっている。その独特な外観はパーソナルコンピューティングが実現していく将来性のビジョンを表すようにデザインされた。新たに設計されたロジックボードにはパワー PC603E250MHz のプロセッサを搭載。 デスクトップ型の Mac としては初めて液晶ディスプレイを採用し ATI3D レージ2と 2MB のベレムで解像度は 800X600 か 640X480 の16ビットカラーに対応するさらに本体正面には4倍速の松下電気製 CD-ROM 本体右側面には Apple 製 FD ドライブのスパードライブ TB FM チューナーなどを備える。ATA ハードディスクは 2GB。拡張スロットとして7インチの PCI スロットと通信用拡張カードスロットがある。後にソネットやニューアーテクナラジスが製作したパワー PC G3 アップグレードオプションはレベルにキャッシュスロットを使用して 500MHz にすることができた。ただしこれらのオプションを使うためには全て 本体背面のパネルを外して、マシンの奥行きに数インチ追加するハンチバックカバーに取り替える必要があったため、タムのスリムなデザインを犠牲にする必要があった。タムでは高音質のサウンドを提供するために、音響機器メーカーのボーズと提携して、アクステマスサウンドシステムを搭載。ネオジウム合金製の2インチジュエルスピーカーを中高音に生きようとして、 本体両脇部分に埋め込み低音用のサブウーファーを本体とは独立したベースユニットとして用意された。ベースユニットには本体の電源装置も内蔵されている。起動音はタム限定のものが設定されている。専用の ADB キーボードにはレザー仕様のパームレストがある。マウスが付属しない代わりにアップルトラックパッドが付属している。パームレストの中央にある トラックパッドは任意に着脱可能で外した部分にキーボード底面に付属しているレザーカバーを挿入して埋めることができる。キーボードを使わない場合は本体の筐体の元に収納できるがトラックパッドは出たままになる。その他の入力機器としてはリモコンが付属しているが筐体のフロントパネルにも音量調整、CD プレイバック明るさ、コントラスト調整、Mac、 TV モード切り替えに対応したボタンがある。プリインストールされたオペレーティングシステムは MacOS 7.61の専用バージョン。最大のアップグレードは MacOS 9.1まで。サードパーティー製のプロセッサーアップグレードカード及びザポストファクト4.0ソフトウェアを使うことで制限付きながら MacOS 10のいくつかのバージョンを動作させることができる。 発売当初は7499ドルだったが、販売時期も中頃に差し掛かると3500ドルに値下げされ、1998年3月の生産終了時には1995ドルで投げ売りされた。アップル製コンピュータは、ほとんどが発売から1年間で生産を終えていたため、1997年3月発売のタムが、 この時期に打ち切られたのは特に珍しいことではないが、販売数が1万2000台分に達したとのアナウンスはされていない。1997年にアップルに復帰したスティーブ・ジョブズは抜本的な改革として、タム生産完了と同時期にニュートンメッセージパドの事業も終了させている。広告キャンペーンが賞を取るほど好評だったにも、かかわらず売れなかったのは、 単に性能に対して値段が高すぎたためとされる。PC ウォッチの記事では、スペックそのものだけを取り上げれば、取り立てて見るべきものはないと評されており、MacPower1997 年10月号の記事では、同程度のスペックを持つ Mac とサウンドシステムより25万円以上高くなるタムは、かなり高価であると指摘していた。一方で、デザインについては、 インテリア用のオブジェと言ってもおかしくない、美しいデザイン、秀逸なオリジナルデザインと評価しており、1997年度のグッドデザイン賞も受賞した。当時はあまり売れなかったが、収集家の間での人気は高い。2010年現在、箱付きの感動品は1000ドル以上で取引されている。アップルとスピーカーメーカーの共同作業は、他のいくつかの製品開発でも行われた。 ありがとうございます。